それではですね、早速ですね、はい、うちのボス、森脇健児の登場でーす。森脇健児さんでーす。たくさん来てますけども、しかしあれですね。何ですか。あら、もうおっさん率高いですね、今日は。それはね、いやでも今日なんかね、まあ、考えてみたらやで、はいはい、あのほら関東で言うたらもう今プロ野球もクライマックスシリーズやし、ラグビーもやってるし、あらもあっちこっちにワールドカップバレーもやってるし、そんな中皆さんよう来ていただきましたよ、本当に。ありがとうございます。おそらくこれ言うときますけども、おそらくですよ、本来のこと言いますとですね、これあの決まったん、実は決まったんは、はい、だいぶ前に決まったんですよ、はい、あの今日の日付が、これ場所押さえなあかんから、はい、なんで今日って決まったかって言うたら、実はオールスター感謝祭、我々 TBS の感謝祭あるでしょ、うん、あれがここのスタッフは、ここのスタッフは実は10月の昨日いつかだと山張って、で今日やと思ってここ押さえたんですよ。ほんなら、何でか、何か言うたら、はい、僕、交通費かからんわけですよ。そういうことか。そうやねん。トリックがそれやったんすね。ほんで、実は TBS が、もう、世界陸上の加減もあるから、もう、すぐって言うて、あの、先週なったんですよ。慌てたん、ここのスタッフへ。山に外れたと。交通費用してと。京都の山奥からやから。京都の、いやいや、山奥、嵐山なんですわ。そっから来なあかんから。ほんでまたここのスタッフが、はい、慌てたんは京都から大阪からまた東海エリアから感謝祭、オールスター感謝祭に、森脇健児のマラソンの応援でね、うん、結構これ来てくれはるんですよ、もう5年10年っていうこのみんな集団で来てくれ、この集団をここのスタッフは見越してあいつら止まると、赤坂止まりよると、そのままここ流れてきよるからって言うんで、あれで大体ね、この前新宿はあれで50キロったと。なるほど。じゃあほんまはあそこのピースが埋まってるわけなんですか。埋まってね。で、そのピースが、そのお客さんが全部これ関西帰って今日来た7人やったわざわざ香水使ってまでは違うと。いや、それはね、それはみんな、それはもう関西からね、わざわざ東京まで来て、選手みんなでもらい頑張れー言うて、で人疲れて帰ってもう一回行こう言うても、そらー殺生やわ。選手はでも僕らなんかはね、なんぼでも東京なん、僕らね、僕らここの町にね7年住んでまして、23から30歳前で、実はね、場所言いましょうか、品川区上尾崎3丁目13-21。すごい過去ですからね。ペラハイツ目黒ガーデン309号室7800万で買いまして、高っ、高いね、高25歳3歳の時や、あれ、えバンさん夢がもりもりやる、プロ野球ニュースやる、トレンディードラマやる、キャッツビーつけてカッコつけてる、カッコつけてた、あっさりカッコつけてた、カッコつけてたよ、カッコつけてたよ、そんな乗ってる車もメルセデスベンチ、ベンツ、 A ちゃんね、ケンちゃんにしゅう、 A ちゃんにしゅうって構成打っただけでベンツ買いましたよ。しかも2台やで、キャッシュで2台ですって。今何乗ってるか、阪急電車乗ってる。全部売れました。あと走れ、走ってもあるで。エクササイズになるから言うて。そんなことやってて、ね、今日ね、三輪君と新幹線一緒に来たんですよ。お、京都駅7時5分発。早いわ。早いわ、7時5分発ですって。いや、京都の山岡、俺6時に今日家出ましたよ。ほんで、京都駅で、静屋が7時から開くから、パン屋ね。俺6時45分からじっと待ってましたよ。7時5分やからもう3分しか買う時間あれ。何の話してんの、俺バッカー、タバコさんの方で、タバコさんの食べながら来ましたけども、ほんでこう、ね、美和君と品川で降りてここまで来るのも山手線乗りますね。山手線からね、かつての僕の住んでた家見えますね。教えてもらいましょう。五反田と目黒の間なんですよ。ハードワーク裏なんですよ。みんな美和がねやらしいんですよ。兄さん、前住んでたあのバブルマンションどれですか。バブルマンション言うんでね、いやしでも確かそのマンションは早見優さんとダンプ松本さんとね、で時代やな、時代っすね、ダンプ松本さん、ダンプ松本さん、森脇健児、早見優が住んでたんですよ、うん、まあ、そってバブルマンションですよ。ほんだね、それから目黒五反田過ぎた瞬間に、兄さんどこですか、兄さんどこですか、もうじき見えて、あそこやーって言うたら電気ついてましてそこの309号室電気ついてましたよ。僕ふっと兄さん電気ついてますってパッと僕見た瞬間に僕泣いてましたよ。バイバイしましたね。もう
次の人が住まれてますよ、ね、あ, あれバブルたち安売りまして東京で儲けたもん全部あそこのマンションですりましたわ最高値で買うてね最高値で買いまして最安で何の話ですか渋谷のど真ん中で何の話ですかこれですまあでもそんなんででもまあねいろんなことが、まあ、あの東京っていうか、はい、あのかと7年住んでましたけどいろんな思い出が僕にはありましてその思い出も今日はいろいろ全部ぶっちゃけた話全部今日喋りますんで今日は東京の話、はい、今の話からかつての話まで今日森口さんもいますから森口さんもいます森口さんとはだって僕25歳の時の夢がもりもりやから28年前ですよ、まあ、彼女もええ年になってありますからいやそれよそれ気持がそれあんたあるよ、まあ、そう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 、まあ、傷つけんのなし、まあ、傷つけんのなし、まあ、そこから森口さんとの出会いとかいろんな話からで先週の、はい、オールスターの話までうわこれ今日火またぐんちゃいますか、ね、今日はもう火またぐで今日枕持ってきた枕経営の言うおっぱいにいっぱい詰め込んどけココちゃんと真野さんもちょっといろいろ仕込んどいて何が時になるんだよありがとうございますもう今日楽屋でえげつないですよ今日男子ええで今日僕今日楽屋から離れないでこんなんな原田さん今日楽屋最高な大阪では考えられんやKBS 京都では考えられんだって今日新聞読まなかったっすね今日新聞読んでないもん嬉しすぎて寝られへんかったわ、さあお嬢ちゃん大丈夫かお嬢ちゃん体育座りしてもらってもいいごめんねお嬢ちゃんだ誰を見に来たんかな森脇さんの寝顔なやってあげるわ喋るおっさんやなお待ちしますよフレッシュ入れましょう嬉しいごめんなさいねこれが僕の職業なんで、ね職業は喋んのと走るのと落とし穴はまることでございます最近寝顔って言うんですよ 何の職業やの俺は走るのしゃべっとったら言われんねん喋らんで走れ走っとったら走らんで寝てくれ寝るのも普通に寝るな後ろ目向けあとは走って落としてなはまれあなギャラ払うから俺何の職業何の職業肩書き走ったら肩書きわからんさあ